特別企画、うん、マシュマロガールズが街ブラロケしてみたー。やったー。ここ気になるんだけど、え、あ、古着屋さん、古着屋さん、シカゴとかに、うん、かわいくない？ちょっとアメリカンな感じだ。服もいいですか？行っちゃって、ね、行ってみようよ、ね、服も行きたいな、行き、行こう。交渉タイム行きますか？行ってこよっか。じゃあ行きます。頑張って行ってきます。行ってらっしゃい。もう私もう目の前のあのあれ欲しいよ、ね、似合いそう、かわいい、かわいい、かわいい。せーの、誰ですか？聞いて聞いて。なんか、うん、あの事前に言っとけば取れるらしいんだけど、うん、今日の今日はちょっと、そうそうそう、今の今はちょっと厳しいかも、ね、お客さんもいますしね。うん、まあ、確かにね。ちょっと一回でちょっとトラウマに。確かに。もう一回チャレンジ。もう一回次っていいの、うんうん？次も私行っていい、うん？次探してみましょう、お店。なんか街全体がおしゃれってすごくない？どこを切り取ってもやっぱ絵になる感じが、うん、しかもなんかそんなに広くないから、うん、あの行きやすいですよね、どこでも、うんうんうんね、私なんか下北沢で待ち合わせとかすごい憧れる、うん、あいいねそう、なんかそう、なんかお待たせみたいな。お待たせは下北沢なんかおしゃれなとこで待ちたいの私は、うんうん、でも再現できるよ、別に今。え、できる、うん、本当ですか？まだかな。お待たせ大根。待ってた。ちょっとごめん、ここマジカットお願いします。ここだけはお願い。今のなかったことにするね、とりあえず記憶から消してもらって。マジでついてるわ。あ、でも洋服屋さんありますね。あるね。こっち側もたくさん。ここ休憩スペースなんだね。すごいね。え、それこそ待ち合わせに最適じゃない？確かに。もう掘り起こさなくていいから。なかったことになってんの、さっきのは。好きだよ、さっきの大根ちゃん。いやいや、なかったことになってるから。あ、なんか、こう気になる。プチ、古着プチコッション。コッション。なんかやっぱね、みんなでファッション コーディネート企画みたいなのなんかやりたいよね。やりたいね、うん、さっきさ、玉砕したからどうなんだろうね、古着。何古着さ全然、ね、それも忘れてたのに。そう、それも記憶から。私結構都合悪いこと全部。いいと思う。いい。もう一回チャレンジしてみますか。チャレンジしてみますか。最初はね、チャキッポン、アイコでしょ。じゃあ、お雪頼んだよ。なんでお雪頼んだよって、なんで私に行くから。はい、頑張って頑張って、大根ちゃん。はい、行けてほしい。行けますように。頑張れ。おかえり。おかえり。結果聞きたい？うん、結果はダメでした。ダメだった。いや、てかちょっといいですか、一回。じゃあ、なんかやっぱお洋服屋さんはやっぱお客様たちがやっぱお洋服を選んでるから、うん、だから今日の今日、今の今はちょっと厳しいっぽい。そう、事前アポがあったらなんか大丈夫ですって。でもすごい優しかったね。優しく言ってくださいました。切り替えて次行きましょう。行きましょう。やっぱ古着屋さんがやっぱり多いね、うん、食べ物屋さん多いね。やっぱ行きたいよね。行きたいね。いや、ダメだって断られたんだから、ずっと。もうワンチャンスない？なんか悔しいよね。いけない？ここだったらいけるんじゃない？確かに。大阪だから。毎度大きに
私オリックスファンなので大阪人の人柄の良さは一番分かってるつもりなんで、このメンツの中では。いやごめんなさい、関西人なんで。あ、確かにそうじゃん。その二人で行ったら大阪の良さは、うん、え、じゃあ行ってきなよ。じゃ行ってきなよ。なんで私が入れるのよ。何の良さ知ってるって言っちゃう。じゃあ行ってきてますか。もらって。今回ってるから、うん、今オンだけどめっちゃ人見知りじゃん、普段。マジ分かりますよね。言ってよ、私マジ言えないんだけど。本当にここだけの話、あの1軒目私何にも交渉してなくて、あの全部おゆきさんに。そう、いや、さっきの店もおゆきちゃん言ってくれて、いやいやいや、その前も夏美ちゃん言ってくれたから、いや、うちは無理だよね。やばい、ちょっとスイッチ入れていくわ。押して知った分からない、どうだった。あのですね、ここのお店はダメなんですけど、うん、あの駅の反対側に4号店があるとのことで、うん、4号店だったら撮影 OK、店長さんがいらっしゃるらしいので、そこだったら OK ですとは言われました、はい、じゃあ行ってみます。そうですね、うん、向かいつつ、せっかくなので、はい、でも良かったよね、なんかまだ唯一許可がね、そういうところなんで。よかった。あのお姉さんがね、そうあっち側にありますよって言ってたよ。ワックワック、なんかここら辺じゃない、でも何等点があるんだよね、うん、あれ待って、見間違いかな。ちょっと待って、大変です。ここで間違いないですよね。もう終了？決めますね。下から覗いても終了してます。終了してます。何時ですか今？まだ8時ぐらいですよね。今8時ぐらい。8時に閉まるのかな。私下北といえばですね、はい、ちょっと紹介というか、はい、私が唯一詳しいところがありまして、はい、劇場がたくさん出てくるんですよ。あ、ちょっと、ね、紹介して行こう。行った。行ってきます。この本田劇場グループがね、はい、ドドンと出てきますね、ここにね。有名だよね。はい、ここがかの有名な本田劇場さんですね。有名なんだ。そう、ここはね、本当にもうなんか有名な女優さん、俳優さんがね、たくさんお芝居をされて、あのこの地を踏んできてますから。で、ここをね、まっすぐ歩いていきますと、うん、本田劇場と逆手側にですね、劇場劇場さんがあります。わー、今ちょうどあれですね、なんか公演されてますね、うん、お花がたくさん、ね、すごいですよ。初めて見たかも、はい、なんか劇場。次ね、こっちを曲がります。この劇場劇場、こっちもある、こうキュッと曲がります。はい、今あの私たちの目の前にはあの下北沢といえばっていう劇場がね、見えてるんですけど、さあ右手に見えてきました。じゃじゃーん、鈴なり。大きいね。え、ここが有名な劇場。鈴なりです。鈴なりのあのね、劇場って上なんですよ、あの横の階段上がっていくんですけど、あの間にね、うん、なんかレトロななんかね、街並みっていうか、そうが広がってます。ということで、あの私の劇場紹介でした。ありがとう。いや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 。